はい。それでは本日は2級建築施工管理機士の学科試験、平成25年問57番施工、左官工事について解説していきたいと思います。問題は番組タイトル下の説明欄にも記載されておりますのでそちらからもご覧ください。施工ブラスター塗りに関する技術として最も適当なものはどれか。1、調合で砂を多く入れると強度が増す。この問題は不正解です。 まず、えー、この問題なんですけども、石膏プラスターというものは何かというと、あとは、えー、左官工事にはですねセ、セメントモルタル塗りとかいろいろあるんですけども、まあ、これが主流なものですね。このセメントモルタル塗りというのは灰色のもの。まあ、石膏プラスター塗りというものは、これの白色バージョンと思っていただければいいです。ちょっと雑な説明なんですけども、えー、ちょっとわからない人のためにざくっと説明すると、白色の、えー、モルタル塗り、そして、えーあ、灰色のモルタル塗りと白色のプラスター塗りがあると思っていただければいいです。 まあ現場で小材を調合して水とこう合わせていくというものになります。そしてこの石膏プラスターの調合なんですけども、石膏プラスターとこの砂の混合比はですね、1対1.25から1.5と言われております。石膏プラスターが1に対してちょっと多めの砂に関しては1.25から1.5と言われております。この砂の量をめちゃめちゃ多くすると、多く入れると強度が増すと書いてあるんですけども、 これを守っていただく必要があります。なぜかというと、砂の量を多くし,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 しすぎてしまうと、えー、石膏プラスターの強度が不足してしまうので、まあ、入れすぎないようにするというのが、えー、この留意点になります。なので、えー、この砂を入れすぎてしまうと、石膏プラスターの強さが、えー、どん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 低下していってしまうので、まあ、気をつけてくださいねという流れになります。なので、1番に関してはこちらのことを言っておりますので、えー、不正解となります。それでは2番、砂は収縮によるひび割れの防止、分散のため混入する。 この問題は正解です。このスサというものは何かというと、もう藁みたいなやつですね、もうモサモサしている。まあ、塗り壁の、えーまあ、下塗りとか中塗りの補強や、まあ、亀裂防止で使用される、まあ、藁とか糸くずのようなものを、えー、スサと言います、まあこれのし。これの白色バージョンを使うということになります。まあ、石膏プラスターに関してはですね、中塗り、えー、ここに、すみません、ここにも書いてあるんですけど、下塗りとか中塗りとか上塗りがあるんですけども、その中の中塗りで 火、えー、割れ防止のために、えー、白月差この白色バージョンが使われるということになります。2番に関してはこちらのことを言っておりますので正解です。それでは3番。下塗りは下地モルタルが十分乾燥した後施工する。この問題は正解です。こちらはですね、下塗りの留意点の問題になります。まあ、下塗りに関してはですね、下地モルタルが十分に乾燥した後に施工するということになります。この、えー、壁の壁,、えー、壁があって、その後に下地モルタルがあって、そして その後に下塗りがあります。そして中塗り、上塗り。これでまあ完成という流れになります。なので、この一番最初の下地モルタルが十分乾燥していないままに下塗りを行ってしまうと、剥離が生じやすくなって、バリッとこう割れてくるということですね。こう落ちてくるという流れになりますので、なので、ちゃんとこの下地モルタルが乾燥した後に下塗りを行うというのがこの成功の留意点になります。3番の感謝はこちらのことを言っておりますので、正解です。それでは4番。 塗り面の凝結が十分進行した後、適度な、適度の通風を与える。この問題は正解です。こちらも、えー、施工上の留意点になるんですけども、えー、通風という言葉が最後に出てきます。えー、こちらに関しては、窓の外から中へ、えー、風が入ってくることですね。こう風がひゅっと中に。そして、まあ、作業中とかですね、あとは塗り終わった後に関して、硬化するまでは基本的には通風を避けなければいけません。まあ、風が入ってきて、それでモルタルが、ちゃんとこう、モルタルというか、施工プラスターがこう、きれいに、えー 整っているのにちょっと風の影響で、まあ、ぐちゃぐちゃになったりしちゃったりするので、まあ、そ,のその硬化するまでに関しては基本的には通風を避けますそして、えー、この固まったあとですね今回言っているのは塗り面が凝結したあとですね固まったあとに関しては硬化後は適度,適度なまあ通風を与えてそしてまあ頑丈にしていくこれが施工上の留意点になりますなののでこの 通風に関しては、作業中とか施工後の硬化するまでに関しては与えてはダメなんですけども、硬化後に関しては通風を与えてもいいので、この4番に関しては正解です。以上のことから今回は1番が間違えているので、1番が答えとなります。